東日本旅客鉄道、東日本旅客鉄道新潟支社、JR 東日本新潟支社、JR 貨物、新潟支店東日本旅客鉄道新潟支社とは、東日本旅客鉄道の支社の一つ、旧日本国有鉄道の新潟鉄道管理局の旅客部門を継承している、北陸新幹線上越妙高駅伊勢と、大糸線以外の新潟県内、JR 線全路線と、 万越再線の福島県内区間の内北方駅以西、上越本線、米坂線の山形県内区間のうち、それぞれ坂田駅以南、今泉駅以西を管理している。新潟駅を中心とする新潟市内の区間は、昼間20分間隔のパターンダイヤにより運行されている。また、新潟駅を中心とする新潟近郊区間では、スイカが利用できる。これは、 JR 東日本管内の地域支社の中では、首都圏、仙台都市圏に次ぐ3例目となる。前述のように、新潟県内の大半と山形県、福島県内の一部の JR 鉄道路線を管轄としている。2018年9月30日時点で、合計7 7 6 7トルの在来線、1 6 8 0トルの新幹線、 193の駅を管轄していたが、新幹線については2019年4月1日付で、新幹線統括本部へ移管された。路線支社協会はいずれも停車場のない、閉塞区間上にあるため、協会線の内側の停車場を記載している。なお、がついた路線は、全線が管理区間内に入っている路線。印がついた路線は、多線接続駅しか、 管理区間内に入っていない路線である、駅数、支社協会についての注釈上越明光駅は、接続する新越本線が越後ときめき、鉄道に移管された上に、両方向の隣の駅が、新潟支社の管轄から外れているため、新潟支社の関与も、駅運転、営業業務のみとなったが、新幹線統括本部の発足により、 この管轄形態は JR 東日本管内全体に拡大することになった。旧管理路線いずれも2019年4月1日の組織改正で駅施設を除いて新幹線統括本部へ移管された。国鉄新潟鉄道管理局が管理を行っていた区間、民営化後に高崎支社へ移管された。北陸新幹線の金沢駅までの延伸までの管轄区間、現在は 越後ごときめき鉄道が管理。なお、飯山線については、2010年3月まで、越後川口駅付近を除いて、全区間長野支社管轄であった。配置車用、ジョイフルトレインについては、各項目を参照。阿賀野ライン営業所万越再選のうち、新潟支社が管轄する北方二一間の管理を担当する。事務所は、五千駅に置かれている。なお、 運転士のうち、蒸気機関車を運転する公主蒸気機関車、運転免許を所有し、蒸気機関車牽引列車の運転業務が可能な、運転士は、ニーツ運区にて勤務となる。JR 新潟駅、モーズ口、改札港、2004年11月27日、自動改札機の運用を開始した2004年秋より、新潟駅を中心とする 30km 圏内に、 自動改札機が設置された。続いて2005年10月以降、委託駅、無人駅など13駅に、簡易スイカ改札機を導入する作業が進められ、2006年1月21日から、スイカのサービスを開始した、JR 東日本管内の在来線で、自動改札及びスイカが導入されたのは、首都圏、仙台都市圏に次いで3エリア目である。 また2008年にサービスエリアが拡大され、3月15日から、上越本線、新津柴田間、万越西線、五千二越間、新越本線、長岡東三条間、八彦線全線の区間各駅で新たに、スイカのサービスが開始され、同時に、万越西線、五千二越間、新越本線、長岡東三条間が、新潟近郊区間に指定された。これにより、 新潟近郊区間及び新潟市域の JR 線内は全区間でスイカが利用できるようになった。さらに2009年3月14日からは上越新幹線長岡新潟間もサービスエリアに加わり定期券に限り利用可能となっている。また2014年4月1日から新潟エリアの上越線の小千谷駅、新越本線の区内、柏崎、直越各駅、 上越本線の中城、坂町、村上各駅の7駅が、スイカの一部サービスに対応した。新潟近郊区間も上越線小千谷駅、宮内駅間と新越本線、直越駅長岡駅間、越後線柏崎駅、吉田駅間、上越本線、柴田、村上駅間が、新たに拡大。下記は2014年4月1日現在の新潟地区、スイカサービスエリア。 スイカの他にキーとか、とか、アイコか、シュゴか、パスモ、マナコ、ピタッパ、ニモか、はやか、ケンも利用できる。上越新幹線、中岡駅、エ三条駅、新潟駅、新越本線、直越駅か、柴崎駅、宮内駅、中岡駅、北、中岡駅、押し切り駅、三つけ駅、お日和駅、東高寺駅、三条駅、引っ越し三条駅、ほない駅か、お駅、 羽生田駅、高見駅、八田駅、骨駅,駅、新津駅、さつきの駅、池川駅、亀田駅、越後、石山駅、新潟駅、越後線、柏崎駅、吉田駅、北吉田駅、岩室駅、牧,駅,牧駅、越後曽根駅、越後赤塚駅、内谷西川駅、内谷駅,駅、新潟大学前駅、寺尾駅、小針駅、青山駅、関屋駅、白山駅、新潟駅、白新線、新潟駅、東新潟駅、尾形駅。 荒崎駅、早通駅と夜坂駅、黒山駅、佐々木駅、西芝田駅、芝田駅、八彦コ線、ヤヒ駅,駅、矢萩駅、吉田駅、西津目駅、円駅、縁三条駅、北三条駅、東三条駅、右越本線、二一駅、京賀瀬駅、水原駅、鎮山駅、月岡駅、中浦駅、芝田駅、中城駅、坂町駅、村上駅、万越再線、五線駅、北五線駅、 新井関駅東新井地駅新井地駅上越線、落合駅、宮内駅改札級に要開始日、編集上機スイカサービスエリア内の各駅で自動改札機の運用を開始した日付は、下記の通り、スイカエリア外の自動改札機設置駅、編集支社管内ではこのほか新潟近郊区間に含まれない主要駅にも自動改札機が導入されている。なお、 下記の駅は現在、スイカのサービスエリア外であるため、スイカ等は利用できない。2005年12月期の自動改札機導入に、関しては、新幹線の停車駅である越後湯沢駅、浦佐駅、長岡駅、エ三条駅の在来線改札では見送られたが、その後長岡駅には、自動改札機が、エ三条駅には、簡易改札機が導入されている。未設置の越後湯沢 浦佐両駅の設置予定は決まっていない。なお、新幹線改札では前日の通り2008年3月から、モバイルスイカ特急券のサービスが、さらに2009年3月からは、長岡新潟間で定期券のサービスが開始されている。なお、北陸新幹線開業前の旧新越本線、高田駅でも自動改札が設置されていたが、北陸新幹線開業後、 第3セクター以降に伴い自動改札が撤去された。2009年11月1日午前0時から、新潟市内と長岡市内のタクシー2社でサービスを開始した。タクシーへの追加導入は、首都圏エリア以外では初。また2011年10月25日から、南魚沼市内のタクシー1社でもサービスが開始された。路線バスでは、新潟県下越地方を中心に、 路線バスを運行する新潟交通グループが新潟市のオムニバスタウン計画の一環でスイカと互換性のある IC 乗車カードによるストアードフェアシステムリ・ユートのサービスを2011年4月24日から新潟市中心部を発着する一部路線バスを川切りに順次開始し加えて2013年3月23日からリ・ユートのサービスエリアにおいて スイカをはじめとする全国10種類の交通系 IC カードのサービスが開始された。ただし、リ・ユートは他の IC カードのサービスエリアでは使用できない。また、リ・ユートのサービスエリアにおいては他の IC カードはチャージが利用できないなど利用に一部制限がある。これに先立って2010年11月1日から新潟駅新潟空港間を連絡する。 路線バスの専用乗車券券売機で、スイカのサービスが利用できる。これは、新潟県と新潟交通、JR 東日本新潟支社が、新潟空港利用者の利便性向上を目的に、共同で実施している実証実験の一環で、行われているものである。また、新潟県では、佐渡基線の利便性向上を目的に、両津航路でも、スイカ等が利用できるよう、県と佐渡基線、 新潟市、佐渡市の共同事業として、システムの準備作業を進め、2013年3月23日から、スイカ電子マネーサービスのシステムによるサービスを開始した。2013年3月現在、新潟市社管内で、スイカ電子マネーサービスが利用できる店舗は、下記の通り、下記店舗では3月23日以降、ピタパを除く、全国9種類の交通系、 IC カードが利用できる。なお、一部利用できない店舗、テナントが含まれる場合がある。駅構内の店舗、編集駅構内以外の店舗、編集コンビニエンスストアスーパーその他、新潟近郊区内略図新潟近郊区間略図この自動開設導入に伴って2004年11月27日、新潟駅周辺 30km 圏内の区間が、大都市近郊区間に設定された。 これは、東京、大阪、福岡に次ぐもの。その後2008年3月15日から、スイカのサービスエリア拡大に伴って、対象区間が延伸された。2014年4月1日にも新潟近郊区間が拡大され、その中の一部の駅で、スイカが使えるようになった。下記の区間内各駅相互発着の運賃は、最大経路で計算される。 ただし区間内での途中下車はできない。また、上越新幹線の区間は、近郊区間に含まれない。ふとじ、2014年に延伸された、対象区間2014年度、新潟市社間内で1日平均の乗車人員が多かった20駅は、下記の通り、北越急行北北,北線と JR 線の境界駅。詳細は、総合車両製作所にー事業所を、 参照前身は1994年10月、JR 東日本新潟支社が、当時の新津市に所在した新津車両所を改組して、発足させた新津車両製作所で、JR 東日本は、新津車両製作所の事業、資産等を2014年4月1日付で、JR 東日本産科の総合車両製作所へ、会社分割により譲渡し、現在の体制となった。 新潟鉄道管理局時代から1990年代前半まで駅業務受託や支社管内の不動産管理を行っていた新鉄開発を改組し消防を解消した略称は JNB で社掌に使用されているトッキーが全株式を保有する子会社で新潟支社管内の業務委託駅の駅業務を受託している受託している駅の中には不夜駅や分水駅のように 出発窓口に緑の窓口のマルス端末機が設置されている駅と青山駅や北三条駅のように端末機が設置されていない駅がある。また2010年2月以降、これまで緑の窓口で出発業務を行っていた一部の駅で指定席券売機の設置が進められており、新潟大学前駅のように出発業務を行わなくなった駅もある。2019年4月現在、 業務を受託している駅は、下記の通り。また、新潟駅や長岡駅では、駅案内所の業務が委託されているがここでは、割愛する。新越本線、上越線、万越西線、越後線、八彦線、右越本線、白新線、特急も、三省管内の新潟駅、長岡駅、越後湯沢駅の3駅にある、駅ビル、心のほかスーパー、食料品店、支店、 駅構内駐車場の運営など主に物販事業を展開新潟市社館内に所在する JR 東日本ホテルズ各店舗の運営を行っているほか館内4駅の敷地内にあるコンビニエンスストアデイリーヤマザキも同社のフランチャイジーとして運営を行っている物販事業編集売店ハロー 編集国鉄民営化直前の1985年頃から、新潟鉄道管理局が直営で、新潟駅、越後石山駅、早通駅、新潟大学前駅など、新潟市近郊の駅や上越新幹線停車駅で、ハローの名称で売店の運営を開始したのが、特急の事業の前身である、前出の近郊各駅に設置された、ハロー石山、ハローはや、通り、 ハロー新田、今江の3店舗では、無人駅における特別改札の扱いで、乗車券発売も行っていた。これは、当時問題となっていた、余剰人員対策で行われたものである。なお、ハローの店舗名は、1985年3月のダイヤ改正時に、新潟都市圏でパターンダイヤを導入した際に採用した、愛称、ハロー電車にちなんだものであった。また、新潟駅の、 ハロー新潟は、後に店舗名を海彦に改称するなどした。トッキーは、JR 改装2年後の1989年に、法人組織として発足。1988年に開業した青山駅も、開業当初は JR 新潟支社が運営する売店が設けられていた。しかし、各駅の乗降客数が増加したため有人駅として、運営しても採算が取れるようになった一方、 売店業務そのものでは、採算が取れず、新幹線駅においては、キオスク等の既存店舗と競合するなどして業績は、慢性的に伸び悩んだ。結局余剰人員対策が終了したこともあって、トッキーは、駅売店事業からは撤退することになる。JC のフランチャイジー、編集1990年代に入ると、JR 東日本が当時展開していた、コンビニエンスストア、JC を、 柴田駅構内、白山駅前、長岡駅東口で運営していたが、これらもほどなく撤退した。現在、館内主要駅には前述の通りデイリー山崎が出店している。店舗があるのは、柴田駅構内、新津駅東口、亀田駅改札横、長岡駅東口の4駅で、いずれも追加ショッピングサービスが利用可能。デイリー山崎長岡駅東口店物資部店舗。 編集国鉄時代には、国鉄共済組合物資部の店舗が設けられており、新潟市の国鉄アパート敷地内、新津駅前、長岡駅、直江津駅、酒田駅の5駅近隣で営業を行っていた。いずれも、もともと国鉄職員、家族向けの物販店舗であったが、トッキーはこれら旧物資部店舗の運営も引き継ぎ、一般向けの小型食品スーパーに転換した。トッキーはこのか。 新潟市の主店とフランチャイズ契約し、坂町駅東側にあるショッピングセンター、アコス内にスーパー V 坂町店を出店していたが、この店舗も閉店した。駅ビル事業、編集詳細は心を参照と、キーは、その後新潟駅で駅ビル事業に着手し、モズ口と南口の計算フロアからなるパティオをオープン。2004年10月1日、新潟市社内で、 駅ビル、セゾンとプラト・ユ湯沢を運営していたエチゴステーション開発を九州合併し、この際に3駅の駅ビルの愛称を心に統一した。この愛称は合併に際し一般公募によって決定されたもので、2つの会社が一つになり、心を一つにして顧客に心を込めたサービスを提供する。顧客との心の触れ合いを大切にし、強度の愛情あふれる良い商品を、 良いサービスで提供するという理念が込められている。また2003年3から9月に放映された新潟県中越地方を舞台にした NHK 町の連続テレビ小説、心も命名の背景にあると言われている。トッキーはこの心のうち新潟、湯沢ゲテ南東を出展しており、同社直営の売店、土産品店のほか、大手企業等とのフランチャイズ契約により、 飲食店等を展開している。また立ち食いそばうどん店、柳庵を新潟駅と長岡駅の2カ所で出店している。なお、坂田駅前に出店していた坂田そば店は2011年3月末で閉店した。ホテル事業、編集トッキーでは新潟市社管内に所在する JR 東日本ホテルズ各店舗の運営も行っている。1999年。 佐渡郡愛川町に自然志向の滞在型ホテル、ファミリーお佐渡愛川を6月9日に長岡駅東口東西連絡通路沿いにビジネスホテル、ホテルメッツ長岡を7月21日にそれぞれオープンした。ファミリーお佐渡愛川は開業以来、当期間に該当する12月1日から3月31日までを全面休業としている。また2012年シーズンから 佐渡市が所有する地域交流センター、愛川健康増進センターワイドブルー愛川で使用している温泉を分油して大浴場に採用するなどサービス工場が図られている。2013年4月8日には新潟駅南口西側連絡通路沿いにホテルメッツ新潟を開業した送客室数197室のうち4階から7階をスタンダードタイプ 8.9階の2フロア50室を完全禁煙のハイグレードタイプスーペリアフロアとする客室構成としてホテルメッツとメトロポリタンホテルズの中間業態を目指す2階にミーティングルーム設けるほか商業スペースとしてレストランコンビニエンスストアなどが出展する駅ビル心西館が同日に開業した食品 編集トッキー発足後、JR 新潟支社は経営の多角化に注力する。その一つが食品事業だった。新潟新幹線第一車両所の構内に排熱を再利用した養殖地を設けて、すっぽんを養殖し、これを生殖用として県内の食品業者に卸すというもので、JR 発足後に東日本管内で初めて着手された多角化経営策だった。 すっぽんの養殖には約3年を要するが、排熱で温水を使用することにより、養殖期間を短縮できるメリットがあった。ところが、いざ成長してみると、すっぽんが共食いを始めてしまい、結局わずか数ヶ月で事実上頓挫した。しかし、このすっぽん養殖は、交換で JR グループの多角化経営の機種などと権限されたことから、引っ込みがつかず、養殖は、 対外的な PR のためだけに、しばらくの間続けられていた。養殖は失敗したが、大対策として、他社製造のすっぽん抽出エキスを取り寄せ、缶入りの、すっぽんスープやすっぽん抽出エキスを添加した、清涼飲料水、スポルチェゴールドと、女性向けのすっぽんエキス入り飲料水、シル TH&S を三国コカ・コーラボトリングと、共同で開発し、同社に販売を一択して売り出した。 しかし売り上げは伸びず、1994年を最後に、静かに販売を終了した。このスっポンに関する事業は、現、日本レストランエンタープライズ会長の小木野洋が、JR 新潟支社で総務部長を務めていた際に、立ち上げたもので、小木野はよく取材や講演などで、失敗談としてこの事業のこぼれ話を語っている。1968年4月に設立され、 2012年3月31日まで、ニーツ車両製作所の製造工程の一部受け負い、上越新幹線や新潟市社管内で使用する、車両の改造、修繕、車両部品の製作のほか、駅設備の設計、施工などを行っていた企業、2012年4月1日付で、機械設備部門に関わる事業を、JR 東日本メカトロニクスに、車両部門に関わる事業を、 東日本トランスポーテックにそれぞれ移管、統合し、解散している。新潟交通機械は、新潟市秋葉区川口の新津工業団地内に、本社、新潟営業所とさつきの工場、同志港南区、両川工業団地2丁目に、港南工場を置いていたが、合併後は、東日本トランスポーテックの新津事業所と、港南工場に改組され、引き続き、 新津車両製作所内の各種業務を手掛けている。このほか、長岡市、上越市、南魚沼市と山形県酒田市に、車両の保守業務のための事業所を有する。また、機械部門は、新潟、新津、長岡、六日町、名越、酒田に拠点を置いていたが、すべて JR 東日本メカトロニクスに引き継がれた、上で引き続き機械設備関係の業務を行っている。 新潟交通機械は JR 東日本のほか、その子会社である JR 東日本コンサルタンツや国内の主な車両、電気メーカー等が株主となっていた。社名の由来は国鉄新潟鉄道管理局エリア内で交通、鉄道関連の機械を取り扱う企業。同様の目的で国鉄時代から JR 初期に設立された企業に日本交通機械、 東北交通機会、関西交通機会などがあり、JR 旅客6社のそれぞれ参加にあったほか、交通機会グループとして横のつながりもあった。新潟県下越、佐渡地方でバス事業を行っている新潟交通グループと社名が告示しているものの、社名の由来においても資本面、人事面においても一切無関係である。詳細はガーラ。 湯沢スキー場を参照上越新幹線の支線にあるガーラ・湯沢スキー場を運営しているガーラ・湯沢駅駅舎内のスキーセンター川番がとゲレンデ中央エリアのレストハウスチアーズにある一部店舗ではスイカショッピングサービスが利用できる国鉄時代に鉄道荷物会社として設立民営化後に JR 東日本物流の子会社となり現在は トラック輸送を主体に行っている。国鉄時代、国鉄職員を対象とした鉄道病院として、新潟鉄道病院が新潟市八千代市の国鉄アパート東側の敷地に設けられていた。なお、青島健太が同病院で生まれている。民営化の際、合理化の一環で診察科目を大幅に削減し、新潟鉄道検診センターに解消。 さらに老朽化に伴って建物を撤去し、幸い西の JR アパート敷地内に移転した。現在の診察科目はないかのみとなっている。詳細は JR 新潟鉄道サービスを参照 JR 新潟公式野球部編集国鉄時代新潟鉄道管理局には公式野球部と軟式野球部があり、このうち公式野球部はかつて土佐内義春、今井雄太郎など、 後に、プロ野球でも活躍する高選手を輩出したことでも知られた。しかし国鉄分割民営化に再始1986年限りで廃部となり、民営化後は軟式野球部のみが活動を続けていた。また両野球部は、新潟市八を2丁目に専用グラウンドを所有していたが、国鉄生産事業団によって、新潟交通に売却され、万代指定の駐車場に、 転用された。さらに2000年代に入ると、新潟交通は、跡地の一部を、新潟総合テレビと不動産デベロッパーなどに譲渡し、その後同局の本社やマンションが建設された。新潟支社は2005年、JR グループ発足20周年を機に、公式野球部を復活させることを決定し、2006年シーズンからの新規加盟を目指していたが、 2006年12月に JR 宇越本線脱線事故が発生したため、計画は先送りとなり、2007年に新規加盟を申請した。社会人野球に企業チームとして登録するのは2005年のセガサミー公式野球部以来、また JR 東日本管内では JR 東日本公式野球部、JR 東日本東北公式野球部の2チームだけが 国鉄時代から活動を続けているが、JR 発足後に活動を開始もしくは再開した、死者の公式野球部が、これまでに4つあり、新潟は、秋田、水戸、森岡、千葉に次いで5チーム目となる。なお、専用の練習グラウンドは、新潟車両センターの敷地内に設けられている。2005年頃、只見線を中心に、V 字型の支柱を用いた、駅名標が設置されている。 二段で表記され、上側には名産や名所のイラストと当駅名、所在地が、下側には隣駅名が表記されている。2008年頃から撤去が始まり、現在は小入駅の1番線マイナス3番線に残るのみとなっている。2005年頃、一部の駅に Y 字型の支柱を用いた駅名標が設置されている。現在でも、 駅リニューアル時に撤去された柏崎駅を除けばすべて現役である。基本的には上から代名、名称地のイラスト、駅名の順に並んでいるが、上の写真のようにどれかが欠けているものも多い。以下は設置された駅とその駅名表の代名の一覧である。SL 万越物語の運行開始に伴い、新津駅藍津若松駅間の同列車停車駅にレトロ調の駅名表が設置された。 すべてホームに立つ自立式で仙台支社管轄となる北方駅以南の区間にも同じ仕様の駅名標が設置されている。古市の四区裏の運行開始に伴い、上越明港駅十イナ地庁駅間の道、列車停車駅にオリジナル仕様の駅名標が設置されている。坂樽をイメージしたもので、水、大地、ジャズの3つのテーマがあしらわれているほか、各駅ごとの観光名所や、 特産品など3点が描かれている。また、駅名標は基本的に木製で屋外に設置されているものを除き LED の装飾がされている。なお、JR 秋野田駅や板の管理駅である上越明光駅、高田駅直越駅にも設置されているが、素材が木製ではなく電飾が省略されるなど仕様が大幅に簡略化されている。ありがとうございます。